大谷さんの第6号 HR、 今季 MLB 最速弾だった。大谷翔平選手、超ミサイル弾6号炸裂、本人もご機嫌。なんとホームランの打球速度 118.7 マイル、191km、今季の MLB 最速の弾丸ライナーです。アウトマンも大谷くんの HR に思わず、オーマイガって言ってる。大谷翔平が今日、打球速度 191km のホームランを放つまでの今季のメジャーリーグの最高打球速度のホームランは、鈴木誠也の 185km でした。大谷くん、ロバーツ監督にあと1本。大谷のホームラン飛びすぎだろ。ナイスバッティング。球が速すぎてテレビでよく見えないですね。打った瞬間にわかる特大ホームラン、やっぱり我らが大谷さんは最高です。打った時の音もえぐい。それと喜んでるドジャースファンのおじさん、かわいい。ボール取った方、かわいいわら。ボール取ったおじさん、ナイスヒップロック。ゲーム終盤、ランナーなしの場面で大谷翔平に対して真ん中高めの変化球投げたら、そりゃ座ってくださいだわ。ロバーツ監督とお話。監督、あと1本に迫りましたよって感じ。